張ってレフト秋広の前に弾んでいきました。ノーアウト2塁1塁。これが2試合目の先発の高橋優希ですが、センターに抜けていきました。その抜けたのを確認して村上生還、4対0。昨日とは逆、ヤクルトが序盤主導権を握っています。これもフォークボール、フォークボールのちょっと抜けた感じですかね。ベルトちょっと上あたり、非常にこう怖いボールですね、はい、7年目24歳の大江、緩いボール三遊間深いところ、坂本取って二塁へ投げたがセーフ。今ヤクルトは塩見がまだいないんですよね。そうなんですね。